今回の問題、 LLDP は何々環境で直接接続されている機器に情報を送ることができるプロトコル。動作するのは何々層です。シスコ機器で LLDP はデフォルトで有効化されている、もしくはされていない。 LLDP は何々形式でフレームを使って情報をやり取りします。機器全体で LLDP の設定を変更する場合は LLDP 何々コマンドを利用します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 LLDP はマルチベンダー環境で直接接続されている機器に情報を送ることができるプロトコルです。動作するのはデータリンク層です。シスコ機器では LLDP はデフォルトで有効化されていません。 LLDP は TLV 形式のフレームフォーマットを使って情報をやり取りします。機器全体で LLDP の設定を変更する場合は LLDP LAN コマンドで設定をします。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは LLDP です。前回は CDP について一緒に勉強しましたが、 CDP はシスコ独自のプロトコルであり、シスコ機器同士でないと情報を取得することができません。もし隣接機器がシスコ以外の場合で情報を取得したい場合は LLDP を使います。今回は LLDP とは何か、 LLDP の動作、 LLDP を動かしてみるという流れで一緒に勉強していきます。それでは勉強を始めていきましょう。 LLDP はリンクレイヤーディスカバリープロトコルの略です。隣接機器に対して自分の機器の情報をアドバタイズするために使用します。動作するのはデータリンク層です。冒頭の繰り返しになりますが、隣接機器がシスコなら CDP を使って情報を取得することができますが、シスコでない場合 CDP を利用することはできません。このように別々のベンダーの機器が混在する環境のことをマルチベンダー環境と言います。マルチベンダー環境で隣接機器間で情報を取得したい場合は LLDP を使うということですね。 LLDP で具体的にどのような情報を取得することができるのか見てみましょう。こちらは小 LLDP ネイバーズの出力結果です。機器の名前や機器の役割、そして接続先のインターフェースの情報などを取得することができています。さらにこちらは小 LLDP ネイバーズディテールの出力結果です。 iOS の情報なども詳しく知ることができますね。次は LLDP の動きを見ていきます。 LLDP はシスコ機器ではデフォルトで無効になっているので、利用する場合は有効化する必要があります。有効化するコマンドは LLDP LAN コマンドです。有効化するとデフォルトで30秒ごとにマルチキャストアドレスに対して自分自身の機器の情報を送信します。情報を送信することでその情報を受信した機器が隣接している機器の情報を知ることができます。なお LLDP では自分自身の情報を TLV 形式で送ります。 TLV 形式というのはタイプ、レングス、バリューの頭文字を取ったものです。タイプがデータの種類、レングスがデータの長さ、バリューがデータの値です。こちらが LLDP のフレームを表したものになっています。例えばタイプが5番、レングスでデータの長さを表しており、バリューがルーターになっていることがわかります。つまり私のホスト名はルーターですよという情報を TLV で表していることになります。このような形式でデータを送っています。 LLDP は様々な情報を伝えられて便利な反面、 CDP と同じように情報を知らせすぎてしまう側面があります。セキュリティ的にはリスクがあると考えることもできます。そのような場合は LLDP で送る情報を制御することができます。例えばホスト名は知らせるけれども、システムの詳細な情報は知らせないなど設定をすることができます。細かく設定をすることで LLDP で知らせたい情報は知らせて、知られたくない情報は知らせないという設定ができます。なお前回 CDP では説明していませんでしたが、 CDP もこの TLV 方式を使って情報をやり取りしています。 LLDP だけが TLV 形式ということではないのでご注意ください。それでは実際にパケットトレーサーで LLDP を動かしてみましょう。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、
ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれども、ネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して、横のつながりを作り、情報交換してみてください。概要欄にリンクを貼ってますので、コミュニティについて知ってもらえると嬉しいです。それでは、LLDP を使っていきましょう。今回も何もない状態からスタートしてみたいと思います。スイッチ2台と、今回もルーター1台を使ってやっていきましょう。各機器間を接続してください。接続できたら、デフォルトでCiscoの機器は LLDP が有効化されていないので、LLDP の有効化を行いましょう。有効化するためのコマンドは、LLDP LAN コマンドです。2台目のスイッチも LLDP LAN コマンドを実行して、ルーターでも LLDP を有効化しておきましょう。各機器で LLDP の有効化が完了しました。では、この状態でスイッチで小コマンドを実行します。こちらの真ん中のスイッチで、show LLDP neighbors を実行します。出力結果がこちらです。左側のスイッチとはリンクが確立しているので、こちらのリンクで隣接しているスイッチの情報を取得できていることがわかります。ルーターはデフォルトでインターフェースがシャットダウンされているので取得できていませんね。ちなみに CDP はデフォルトで動いているので、CDP が動いているか確認してみましょう。show CDP neighbors を実行します。すると、CDP でも情報を取得できていることがわかります。CDP と LLDP は併用することができるということですね。では、ルーターのインターフェースを開放して、ルーターからの LLDP も受け取ってみたいと思います。インターフェースを開放しました。中央のスイッチでもう一度、show コマンドを実行してみましょう。すると、無事 LLDP を受け取って、ルーターの存在も認識していることがわかります。さらに、show LLDP neighbors detail コマンドも実行してみましょう。すると、Cisco の iOS のバージョンなど細かい情報を見ることができます。これは CDP も一緒ですね。では、最後に LLDP のフレームフォーマットを見て終わりにしましょう。シミュレーションモードを起動して時間を進めます。すると、LLDP の通信が発生しているはずなので、こちらを選択して、こちらの Details のタブを選択し、細かく情報を見てみましょう。LLDP パケットの下に、いろんなタイプに分かれて、TLV 形式で情報が格納されていることがわかると思います。例えばタイプの5番だと、ここはシステムネームを表しており、データの長さが8、システムネームはルーターだよという情報を格納していることがわかります。このように TLV 形式で情報を定義して相手に送ってあげていることがわかります。それでは今回は一緒に LLDP を使ってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは最後にまとめをしていきましょう。LLDP はマルチベンダー環境で直接接続されている機器に情報を送ることができるプロトコルです。動作するのはデータリンク層です。Cisco 機器で LLDP はデフォルトで有効化されていないので有効化してあげる必要があります。LLDP は TLV 形式のフレームフォーマットを使って情報をやり取りしています。機器全体で LLDP の設定を変更する場合は LLDP LAN コマンドを使います。それでは今回の動画は以上です。もしこの動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。